皆さんこんにちは、奈良通関市とぞチャンネルのお時間です。なんと初回の動画から1年経ちました。今年もやるんですね、一問一答。もう始まるそうです。頑張ります。通関市の仕事は輸出入取引の手続きの代行屋さんです。書類の作成や審査を行います。通関市の審査がないと税関に書類を申告することができません。試験の合格率は 10% 前後と言われていますが、ここ最近の平均は 15% ほどです。勉強の時間の目安は300時間から400時間と言われています。私自身は500時間勉強いたしました。はい、とても感じました。通関市試験では NAX についてあまり触れてきませんが、実務では常に NAX や申告書類に向き合っておりますし、また通関市試験の申告書問題のようにぴったり当てはまる統計品目番号はありません。はい、情報収集をしていました。例えば税関のホームページの事前紹介のところを見たり、私の会社ではアパレル関係の取り扱いが多かったので、革やファーなどはワシントン条約が関わることから、そのあたりも勉強していました。資格を取得した後、試験の本は処分してしまったのですが、実務でも役立つことがあり少し後悔しました。英語はできなくても大丈夫です。しかし外国の方と関わる機会や通関書類も英語で書かれていることがあるので、英語ができるに越したことはありません。海外拠点のある会社に入ること、また英語を強みにしておく必要があるかと思います。通関士資格を持っているからといって、海外拠点にしてもらえるわけではなく、人事異動や社内の希望によって決まることがほとんどです。日本国内だけの資格です。しかし、条約等と密接な関係があり、海外の規制と一致しているところもあります。平均年収は540万円と言われています。役職のない社員でも月給30万円から40万円ほどです。また、スキルアップによってもっと上を目指すことも可能です。エアバスベルーガが好きです。シロイルカのような旅客機より厚みのあるフォルムが可愛いです。一つに絞ることができないんですけれども、旧門司税関と横浜税関と神戸税関が好きです。神戸税関はお城のような建物がとてもかっこいいです。試験内容は海上輸送、船メインで問われているかと思います。年末は国内も年末商戦であるため、輸出入貨物が多く忙しかったです。また扱っている国により異なりますが、アジア圏だと国慶節前が特に忙しいです。土日休みの会社の場合、月曜日と金曜日です。金曜日は到着した貨物をすべて処理しなくてはなりませんし、月曜日の場合は土日に到着した貨物の処理をしなくてはいけません。また予備申告をしている場合、日曜日にレートが変わるので、週の後半は注意して申告をしていないと、貨物が遅れた場合、大変なことになってしまいます。オーバーやショートの貨物があった時です。貨物と書類は必ずセットで来なくてはなりませんが、それが来ない時があるんです。オーバーとは書類より貨物が多いこと、ショートとは書類より貨物が少ないことを表しています。嬉しかったことは、確認を受けて通関士商標を受け取ったとき、また名刺に通関士という文字が入ったとき、あとは自分の申告コードで申告をし許可が切れたときがとても嬉しかったです。通関士は大変なときもありますが、とてもやりがいのある仕事です。学歴、国籍を問わない国家資格であり、通関士を取得することで待遇が上がりますし、転職や就職にも有利になります。海外と関わりのある仕事がしたい方にもおすすめの資格です。第57回試験を目指す方は一緒に頑張りましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。